国立絹川学院とは、栃木県桜市に存在する厚生労働省管轄の児童自立支援施設である。児童自立支援専門人養成機関が併設されている。1960年11月に国立女子教護院として設置、昭和36年4月開院。76,757平方メートルという広大な敷地を有し、 自然豊かな環境下にある。若年ゆえに、刑事処分の対象にならなかった女性の未成年者が入院している。厚生労働省組織令第135条による国立児童自立支援施設として、児童福祉法第44条に規定する不良行為をなし、また話す、恐れのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により、生活指導等を要する児童であって、 特に専門的な指導を要する者を入所させて、その自立支援を行い、合わせて全国の児童自立支援施設における児童の自立支援の向上に寄与することを目的としている。栃木県桜市押上288郵便番号329-1334交通。ありがとうございます。